皆さんお元気ですか？菅野直樹です。7月2日木曜日、今日は心を立て直し、尖れ、強くされようという題でお話をしたいと思います。阪神淡路大震災が起こった時、私はボランティアで復興支援活動に出かけました。ついてみて驚きました。駅舎は倒壊し、高速道路の橋桁も横倒しになり、家も瓦礫と化していました。そんな状況の中で、一体私に何ができるだろうかと無力感を感じたものです。私の当時の活動は主に慰問コンサートでした。当時20歳そこそこの私たちの歌と演奏が何に役に立つのか。しかしその人たちはですね、聞きに来てくれたんですね。家が倒れ、家族は亡くなり、私たちの心も倒れてしまった。しかしそんな中、東京からわざわざ励ましに来てくれた。その姿を見て心が癒され、心が立て直されたんだってこう言ってくれたんですね。建物が治る前に心が立て直されなければ前へ進めない、その叫び分かるような気がします。私たちの人生においてもそうではないでしょうか。物事を何かする前に私たちの心が立て直され、強くされ、その後物事に、仕事に取り組んでいく。聖書を読んで祈ることで神様にあなた自身を立て直していただき、強めていただく、そんな時間を取ってください。あなた自身が強められ、満たされた分だけ仕事は楽しくなり、ゆとりが生まれ、さらにはかどっていくものです。木の切れの悪いその斧で木を切り倒すよりも、斧を研いで、その研ぐ時間に少し時間を費やしたとしても、それの方が仕事は楽であり、効率的であるように、あなた自身も今日、主の手の中で、整えられていきたいものですね。幸せ運べるように、ちょっと替え歌でお届けしたいと思います。コロナにも負けない、強い心を持って、目の前の問題に負けない、ご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いいたしましょう。それではごきげんよう。さようなら。